いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2018年モデルポルシェパナメーラターボ SE ハイブリッドスポーツツーリスモをご紹介させていただきますまず外装面の状態からですがフロントに数箇所飛び石とアルミホイル2本にガリ傷があり 左リアのドアパネル部分に線傷がございます。走行距離に関しましては、約1万キロ走っているお車です。外装色はキャララホワイトメタリック、インテリアはブラックレザーの組み合わせとなっております。ポルシェのパナメーラをベースに、ワゴンタイプに仕立て上げたパナメーラスポーツツーリスモでございます。こちらのお車はターボ SE ハイブリッドスポーツ,ツーリスモでございますので、高い走行性能と、 燃費性能を両立しておりま,すまた、パノラマルーフやハイグロスエクステリアパッケージなど、オプションも豊富に装備された1台です。ヘッドライトには LED ヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては、4リッター V8 のツインターボエンジンが搭載され、最高出力は550馬力を発揮します。また、136馬力を発揮するハイブリッドモーターが搭載されており、 システム上の最高出力は680馬力でございます。アルミホイルは純正21インチの911ターボデザインアルミホイルが装着されており、キャリパーはイエローキャリパーが装備されております。また PCCB が装備されておりますので、高い精度力を発揮する一台です。続きましてリア、ご紹介させていただきます。テールライトも LED が採用されており、デザイン性、視認性ともに優れております。 合わせてトランクスペースのご紹介です。オートトランクが装備されておりますので、開閉は電動で行っていただけます。パナメーラスポーツツーリスモでございますので、トランク全体十分な容量確保しており、このようにスーツケースを収納することが可能です。また、後部座席を倒していただきますと、長い荷物にも対応ができます。続きましてインテリア、ご紹介させていただきます。シートはブラックのレザーシートが採用されております。 運転席側に若干の使用感がございます。では、エンジンを始動していきます。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが採用されており、パドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速を楽しみいただけます。また、アダプティブクルーズコントロールが装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。 ナビゲーションに関しましては、純正の PCM ナビゲーションが装備されており、バックギアに入れていただきますと、バックカメラと360度のカメラが装備されております。フロント両席には、シートヒーターが備わっておりますので、冬場でも暖かいドライブを楽しみいただけます。シシフフトトトにに関しましまててて、は、は8速ののオーーマチックシフトが採用されており、走行モードはステアリングのダイヤルにて お好きなモードを選択することが可能ですまたサスペンションに関しましても3段階での変更が可能となっております続きまして後部座席ご紹介させていただきます後部座席に関しましてもフロントと同様若干の使用感がございますスペースに関しましては十分な広さが確保されており後部座席にもシートヒーターやホーゾーンエアコンが装備されておりますまたスピーカーは ポーズ性のスピーカーが装備されておりますので、後部座席の方もゆったりと快適にドライブを楽しみいただけます。合わせて気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂いとはたしません。では今回は2018年モデル、ポルシェパナメーラターボ S、E ハイブリッド、スポーツツーリスモをご紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約1万キロ走っているお車です。 ナメーラスポーツツーリスモの頂点に位置する高性能 PHV ターボ SE ハイブリッドスポーツツーリスモでございますこちらのお車には550馬力を発揮するエンジンと136馬力を発揮するハイブリッドモーターが搭載されており圧倒的な走行性能をお楽しみいただける1台ですまた広く加工された室内空間やトランクスペースに加え純正の PCM ナビゲーションや アダプティブクルーズコントロールなどが装備され、幅広いシーンでお使いいただける1台です。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。